皆さん、こんにちは。ティンダーメン、今日は金崎です。野菜メインのスープ、どんどんいきます。青菜のほうれん草とジャガイモスープ、バター風味合うね。ほうれん草とココナッツカレースープ。ほうれん草と花麩の味噌汁合うね。ほうれん草と鮭の豆乳スープ。あとは小松菜とタケノコのすまし汁合うね。小松菜とふんわり卵のスープ。白菜と青さのりの鶏スープ。白菜とベーコンのペッパースープ。白菜と牡蠣のトロットスープ。白菜のコーンクリームスープ。白菜とニラとトマトの収穫スープ。白菜と豚肉のさっぱりスープ、あとは注ぐだけでも合いますね。はい、きのこのたっぷりの豆腐豆乳スープ、トロットのスープ、あとトロット系もいいですね。きのこのカルボスープ、カルボナーラ系ですね。はい、きのこの豆腐の酸っぱ辛いスープ、酸っぱいと辛い合うね。きかげと豚肉のエスニックスープ、あとかぼちゃはそのうどん風もいいですね。ポタージュ、あとはチーズスープ、あとはスパイシーのスープ、ショコリスープ、ココナッツスープ、あとは麻婆ナススープ、あとはエスニックスープ、玉ねぎの味噌スープ、あとはナッツ和え、ナスとキュウリの冷製キムチスープ、ナスとミョウガの大根フォーミスープ、薬膳風ごぼうのスープ、あとは納豆が入ったスープだったり、あとハーブスープ、あとゴッと野菜のスープ、ひらひらごぼうのスープもいいね。レンコンとサバのトマトスープ、あとはレンコンと豚のトロとアジアンスープ、レンコンと豆苗のあっさりスープ、レンコンと鶏団子のスープ、レンコンとさつまいもの味噌汁、いいですね。以上です。バイバイ。